はい、キズ模型工房のジジイです。今回もよろしくお願いします。今回はね、銅賞の考察っていうかご紹介をさせていただきたいと思います。今走らしてるのが、加藤へとのレールですよね。で、真ん中にある、一番手前にあるのが篠原の直置きですよね。まだこれ固定してないです。で、当然静かですよね。で、銅賞なんですけど、これはね、ミッドウエストプロダクツっていうアメリカのメーカーさんの銅賞です。篠原のコルク銅賞に比べたら随分柔らかくて、で、厚みが5ミリしかないんかな。これを見つけた時は感動しました。他の、海外の YouTuber さんのレイアウトを作ってるビデオをずっと見てて、これを紹介というか使ってんのを見たんですよ。ミッドウエストプロダクツってね、本ちゃんサイトではね、今在庫切れみたいです。今円高やからね、ちょっと今は買い時じゃないかなと思うんですけど、25ピースでいくらやったかな、アウトオブストックにはなってますけど、この時の値段が25ピース、$48.68あ、$43になってます。だから、篠原さんに比べたらだいぶ安いかな。これ真ん中に線が入ってんのが、通常は直線仕様なんですけど、曲線を使うときはこの真ん中を割いて、曲線で使います。にゃんこがくしゃみしてます。ごめんなさい。ちょっと走ってる走行動画。まだ制作途中なんで見苦しいところがいっぱいありますが、申し訳ないです。勾配のハップシオールの上に引いてあるレールでも結構静かでしょ。次はね、 DCC の音ちょっとうるさいですけど、観光状態に入ったら音が止むんで、ちょっとぐるーっとうちのレイアウト一周、見ていっていただけるとありがたいかなと思います。もう本当に未完成っていうか、一周完成して走るようになったら、まあちょっとこれでええかっていう感じで、もう数年この状態で止まってます。早くね、バラストとかも引いていきたいんですけどね、その前にね、このレイアウトを一新しようかなと、刷新しようかなと思ってるんですよ。構造がね、2x4 の足で枠組みを組ん で、その上に12ミリの合板を貼り付けて、釘付けでね、貼り付け、あ、ネジ止めで貼り付けて、で、その上に25ミリだったかな、のスタイルフォームを、ノリで貼ってるんですよ。で、その上に、アチャラ製のコルク銅賞を、ゴム両面テープ、強力ゴム両面テープってホームセンターで売ってますよね。あれを使って、銅賞をスタイロに貼り付けて、で、篠原のレールをスパイク打って止めてます。で、勾配の部分は、これ何やったっけ？なんとかいう商品ね。勾配の。スポンジのやつ、発泡シロールのやつね。で、これを使っているんですけど、発泡シロール同士で共鳴したら嫌やなと思って、実は間にウレタンを少し挟んで、吸音、共鳴しないようにちょっと工夫してます。レイアウトのスタイルは変速8時レイアウトになるのかな、ループのところでクロッシングしてる。で、これは、下り勾配の途中に回避線を設けてスイッチバックの駅を作ってる。で、ここでメインの駅舎に帰ってくるっていう形ですよね。
奥4線が留置線になっています。結構静かでしょ。ただね、やっぱりスペースを有効に使いたくてっていうか、駅の有効長を広げたくて、入り口も出口もカーブポイントにしちゃったんですよね。それがどうかな、微妙かなっていうところですね。そしてね、カントもついてるじゃないですか。だから、三軸台車とか弱いんかなと思うんですよ。まあ、そういうのも考えてちょっと刷新しようかなってうっすら考えてますけど、いつになるのか、まあ、車両製作とかパーツ開発とか今してるので、いつになるのかはわからない。で、こんな感じで一周します。ならではとお付き合いありがとうございました。こんな感じでね、今回の動画は終わりたいと思います。次はね、模型製作の、パートパートに分けた Tips みたいなのをご紹介させていただきたいなと思います。今回はね、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。まあ、こんな製品もあるよと。まあ、実はポイントも実はいいのを見つけているんですよ。自作せないかんのですけど、めっちゃ種類が多いので、それも楽しみにしておいてください。チャンネル登録もね、ぜひよろしくお願いします。グッド評価、通知、カネカネ、こちらの方もよろしくお願いします。今日はね、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。さよなら。